いや、不思議だったのは死者が蘇ったことじゃない。あの事件の一番の謎は、名探偵芝人は何を考えていたのか、だよ。アンドレッドノート。机の上のやつ、溶けてるぞ。やれやれ。ジンのやつ、何ぼーっとしてんのか。さあな。今ならパチンコで打っても気づかなかったりして。やめとけ、無駄だ。なあ、もう暇。なんか事件でも起きねえかな。あれ、ミスじゃん。どっから入ってきたんだ。ってことは、要件は。事件以来です。推定項目、殺人、被害、2つの死体、現場、乗用車の車内、依頼要件、不可思議状況。だってよ、ジン。で、具体的には。死者が蘇り、聖者を殺しました。へえ、そりゃ大事件だ。車、カーで死者が蘇る。く、シャレにもならんな。は？何言ってんだ。詳細はデータをご参照ください。はいはい。ミスのデータチップは背中だっけ。データを転送します。し、受信完了。では。んじゃ、行きますか。おいジン、ぼさっとしてんなよ。ほら、ちゃんと受け取れよ。そもそも物を投げるな。で、何すんだよ。行くか。ネスト、日々増え続ける東京シティの犯罪に対処するために創設された統一名探偵組織。一人の名探偵と二人のレコーダーで構成されるハウスを最小捜査単位とする。ネストに所属するハウスは全部で100。ホークアイズ、序列21位。レコーダー、モノノケ類。レコーダー、枯柳浄土。名探偵、芝人。千里眼の男。ここか。きったな。ほら、ゴミ拾いは関心だが、拾ったものをポケットに入れるのはよせ。ミスが持ってきた情報によると、死んだ二人はこの神社をアジトにしてるロードゾンビって不良集団のメンバーだった。メンバーってこいつらのことか。何か見えるか、ジン。さあな。結構人数いるのに、なんか陰気だな。なんだてめえ。お、そうそう、そう来なくっちゃ。誰からやる？なんだよ、つまんねえの。それにしてもテントに食い物、意外といい暮らししてんだな。ご機嫌斜めだな。別に。事情を聞かないとな。まずは頭からだ。なんだ。よ、あんたがロードゾンビのリーダー？総長。あ？ロードゾンビでは総長って呼びます。ね、イスルギさん。そのちゃん、いい趣味だな。何？総長さん、少し話を聞かせてくれないか。んだよ。
まずはこの端末のデータを見てくれ。ああ？二人はここのメンバーで間違いないか。ケイジとムロキだ。それがどうかしたのか。二人とも死んだよ。気の毒だが。は？状況から言って、少なくともケイジは他殺だった。喉をナイフで刺されていた。喉？なんで？なんでそんなことに？誰がやった？誰が二人を？それを明らかにしに来たんじゃねえか。俺たちがな。それ、ネストの。ネスト序列21位、ホークアイズ探偵の芝人だ。座れイスルギ。お前の願いは俺が叶えてやる。まずは事件の概要を説明しよう。田舎道で電柱に車がぶつかっていた。運転席と後部座席に死体。運転席は室木、後部座席が刑事。室木はナイフを握り、後部座席に身を乗り出してこと切れていた。刑事は後部座席で横たわり、ナイフで喉を引き裂かれていた。が、刑事の死因はナイフによるものではない。窒息死だ。何？刑事は喉を切り裂かれる数時間前に首を絞められて殺害されたようだ。つまり室木は死の間際にすでに死んでいる刑事の首をめった刺しにしたということだ。なんでそんなことを。さあ、意味わかんねえよな。そんなわけで警察は妙な仮説を立てた。室木が刑事の首を絞めて殺害後、その死体を遺棄しようと車を走らせた。しかしドライブの途中で刑事がよみがえり、室木に襲いかかった。運転を誤った室木は電柱に激突し致命傷を負ったが、最後の力を振り絞って刑事ゾンビの喉を引き裂いて相打ちになった。これで死者がよみがえって聖者を襲う事件の出来上がりってわけだ。笑えるだろ。そんなバカなことが。てめえよくも。もっと急に殴りかかってくるなよ。おっかねえな。だっ、てめえ。今のはルイが悪い。仲間を亡くしたんだぞ。そうだな、今のはルイが悪い。なあ、もううるせえな。謝ればいいんだろ。悪かったよ。どうして、室木。私たちもそんな仮説信じているわけじゃない。真相を明らかにするためにメンバーに聞き込みをしたい。好きにしろ。泣いてる。総長、藤崎、手伝ってやれ。メンバーには人見知りも多いので、僕がお手伝いします。そうか。じゃあよろしく。総長さんも大変だな。ええ、そうですね。事件の真相に至るための謎は分解すると3つになる。1つ、本当に室木は刑事を殺害したのか。2つ、すでに死んでいる刑事を室木はなぜ刺したのか。3つ、本当に室木は事故で死んだのか。なるほど。確かにその3点が問題ですね。でもどうやって。その謎のうち二つは解けている。え？本当に解かなきゃいけない問いはそれじゃない。つまりどういうことだ？おい、もったいぶんなよ、ジン。捜査の基本は聞き込みからだろ。話はその後だ。なあ、もう！また勝手に先を行く！ムカつく！そんなにジンが嫌なら、チームに入らなければよかったのに。この闇なやつめ、くそ、
いつかジンのやつを俺の射程にしてやるからな。事件の聞き込み？別にいいけど、なんでその筋の人間が警察の真似事なんか。え？その筋だってよ、浄土の兄貴。それ以上笑ったら殺す。いや怖えな。室木さん死んじゃったのか。くそ、なんで。刑事のやつはどうでもいいけどさ。あんた刑事のこと嫌ってたんだ。私だけじゃねえよ。っていうかあいつのこと好きなやつなんて。理由は？刑事はロードゾンビを仲間だと思ってなかった。仲間からも金を巻き上げようとしていたしな。あ藤崎。ええ、まああんたも最近よく絡まれてたじゃん。あんただって刑事が死んで清々してんじゃないの？質問なんだが、そんなに嫌われていたならなぜロードゾンビから追い出さなかったんだ？なこと、イスリギさんが許すわけねえよ。あ、悪い。これから用事あるからこの辺でいい？あ、すまない、時間を取らせたな。イスルギが許すわけないとは。イスルギさんは何があっても居場所のない奴を追い出すようなことはしません。ふーん、そんな、室木さんが。ロードゾンビは室木さんあってのチームだ。イスルギさんが頼るのはいつも室木さんだった。イスルギと室木は仲が良かったのか？もともとは喧嘩相手だからベタベタすることはなかったよなあ。喧嘩相手？ロードゾンビを立ち上げた時、どちらが総長をやるかで怠慢張ってイスルギさんが勝ったんだ。反発しながらも室木さんはいつもイスルギさんを立ててるように見えた。仲が良かったり悪かったり不思議な関係だった。ただ信頼し合ってた、それだけは間違いない。なのにどうして。もういい。え？聞き込みは十分だ。あんたは戻ってくれ。え、はい。意外だったな。不良のチームなんてどうせやべえやつしかいないんだと思ってた。悪いことして小金稼いでるガキどもかと。昔の自分みたいにか。俺は悪じゃねえ。けど違ったな。ここは居場所をなくしたやつが寄り添う場所だ。世の中の隙間にすっぽり落ちたやつを救い上げるような場所。確かにそうだな。だけどここは。ん？ジン、例の件調べはついたぞ。想像通りという感じだが。十分だ。おい、どこ行くんだよ。決まってる。解決編だ。